こんにちは。今回はヒューマンシスルエイトというのを解説していきます。ヒューマンとついているので、これは人間用の揃え方なんですね。1981年にモーエンビー・シスルエイトさんという方が、このルービックキューブは最小手数で、52回で揃えられるっていうのを、発表したんですよ。その時の、揃え方に、この考えを使ったという感じです。この揃え方の特徴として、最初に2色と3色の向きをすべて揃います。例えば2色だったら、GG メソッドでやったように、すべて揃います。この F と P の回転をしないで色が揃えられるというような感じです。赤白だったら、このようにしたら揃えられるし、青白も下げて D プライムで入ったりするというような感じに、2色の EO を揃えると。そして3色に関しては、このように黄色と白ですね。上か下が向くようにしていくと。いうようなことをすべて終えた後に、この2回転の回転だけで位置を揃えていくというようなやり方をしています。で、そのコンピューター用の揃え方を人間でも揃えられるようにしたのが、ヒューマンシスルエイトというようなメソッドになっています。実際に揃えながらやっていきます。一番難しいのが、この2色のエッジキューブの向きの判断ですね。これは GG メソッドでちょっと詳しく説明をしています。今回も一応説明をしていきます。この2色の向きを揃える方法は、F と B の回転を使って揃えていきます。まず4つ揃えるやり方からやっていきます。覚えることは、4つの揃え方と2つの揃え方。この2つを覚えれば、エコの2色の反転をすることができます。今は4つ反転させたいので、そして F の回転をして反転させるので、ここの青赤と白青と青オレンジのところに反転しているキューブを持ってきます。持ってきて、今 B2 したんですが、B2 したら反転するで戻ってくるので、偶数回転すると、反転しないという感じです。で、手前に持ってきて、F を1回すると。これで4つの向きを変えることができます。戻してみると、このように黄色が全て揃いました。っていう感じに4つ変更させるパターンと、この2つだけの時は、1つをこの F の回転に潜らしておきます。そして、この状態で F プライムして、F を1回移動させて、反転している項を持ってきて、そして元に戻すと。これで2つだけを反転させることができます。1回反転すると、この3箇所が反転するんですが、もう1回反転させることによって、この3つは反転して戻ってくるという、偶数回なんで、反転しないということです。で、2つだけは1回だけしか反転しないんで、その向きが変わってくるというのを利用して揃えていきます。では実際に揃えながら解説をしていきたいと思います。まず、この2色のエッジの向きを揃えていきます。反転しているのが、白赤、緑赤、黄色青、黄色赤、とですかね。白オレンジですね。それが反転し、黄色赤で、反転しているのを手前に持ってきて、こちらで一回回転させます。これで4つの反転が乗りました。あと反転している緑赤と、白オレンジ、白オレンジと、この2つですかね。この2つを反転させます。で、赤緑がなんで反転してるかっていうと、R の回転で揃えることができないので反転しています。F プライム、U、F。そうすると R の回転で揃えることができます。これで全てのエッジの向きが揃いました。そしたら次はですね、この白もしくは黄色を上と下に集めます。とりあえず考えとして、この2段目から白と黄色を追い出すような感じです。
上を見ると黄色と白で埋まってるんで大丈夫です。そしてこれを X2 をしても近いをしてここに白を入れていきます。でこの白緑を入れるときに注意としては、普通にですねこのように入れてしまうとこの上の白がずれてしまうのでこの時は白白もしくは黄色白というように重ねてそして2段目の子を持ってきてこっちに持つと、これで白もしくは黄色を上と下に集めることができます。そしたら次は3色の向きを揃えていきます。これは手順がありました。2つあるので紹介します。1つ目がこの右下手前と左上手前、ここの2箇所ですね、斜めってる2箇所を揃える手順やっていくと、これが正面を向いているときですね、横ではなくて正面を向いているとき、これが横を向いているときは左手の手順をやっていきます。まずは正面を向いているときは R プライムで下に下げて D と持ってきて L2、 あとは戻していきます。下を D プライムして R プライム下の R と、この黄色赤を上に戻してあげると、これでこの右下手前のキューブを左上に移動していってさらにこの回転するというような感じで向きを揃えていきます。位置が変わるんですが向きを揃えるのが目的なので大丈夫です。ちなみにですねこの動作をするとずれる場所がこの手前の斜め2つですね。そして奥も移動するんですがここは位置が移動しているだけで向きが変わってないんですね。で今揃えているのはこの向きだけなんですね。なので位置が変わっても大丈夫です。気をつけるポイントとしてはこの白黄色と青オレンジと黄色オレンジとこの2色のキューブも移動してしまうんですね。なのでこれ1回のセットアップをしてしまうと位置が変わってしまうのでセットアップをするときは2回回転をする必要があるということです。では次は左手の手順をやっていきます。この右に揃えたときに、この白が右を向いてしまっているパターンですね。このときは左手でやる必要があります。っていうのも右手でやってしまうと揃わないんですよ。これ実は1回の回転じゃなくて2回の回転になってるんですね。なので、1個飛ばしの2個なので揃わないパターンが出てくるんですよ。なので、左手の手順をする必要があるということです。やっていくと、左を下げて、で下を回転させて、持ってきて、R2 に変えると。あとは、ずらしたのを戻していきます。これで、この左下手前と手前右上を向きが変わりました。作用としては、奥の3色のキューブだったり2色のキューブが変わるという感じです。例えば、このように下に集まってしまっているときですね、上が全部揃ってて、下だけが揃っているときは、セットアップを2回転にします。1回転だと、この2色のキューブとかがずれてしまうので、2回転にしておくと。でこれで上と下に分けて考えていきます。でこれは黄色が正面向いているので、左手の手順を回していきます。そうすると、3色の向きを揃えることができます。こっちで続きをやっていきます。でまず、下が全て揃ってて、この白緑と白赤がずれているので、スタップを2回して右の手順を回します。これで全て揃いました。そしたら次はこの3色を上と下に分けていきます。ではこのセンターが白なのでここに白を集めたいと思います。集め方としてはとりあえず3つを集めて1つ空白を作ってその空白の上に白を置きます。で、この時代で R2。白が来るので、U をして、横にして、
と R2 と。で、これで揃えて、あとは下に下げていきます。これで揃えることができます。で、この、まあ、R2 回転の縛りっていうのは、この黄色を揃えたからですね。黄色と白の向きを揃えたから、この後は、まあ、この反転しないように気をつけながら回していく必要があります。このように、上と下に分けることができたら、また手順を回していきます。まあ、これは別に、まあ、A パームとか使ってもいいんですが、一応、手順を紹介します。でこの作用としては、まあ、上と下が崩れるんで、とりあえず上から揃えていきます。で、この2色ですね。この2箇所の、この2箇所揃ってるのを探します。この赤赤と。で横見ると緑オレンジ。これが違う。で、青と緑が違うというような感じで赤赤を探します。何も、どこにもない場合は、まあ、そこで適当に回していきます。やっていくと、R'F、R' と。で、B2、R、F'、R と。これで、この手前2つを残して、奥が変わるというような感じで揃えることができます。これ、まあ、A パームのセットアップをしていないバージョンなんですね。A パームは、この後にもう一回来るんですが、これをしないで戻してくるというような、まあ、手順になっています。はい。で、上を揃えたら次は下を揃えていきます。でこれの特徴として2回で戻ってくるので、例えば、今は崩れている状態ですね。すべてが崩れている状態なんで、ここで1回手順を回します。でそうすると、下が崩れます。でそして、上を、この2色、この2箇所、この3色の2箇所揃っているのを探し出してきて、この青ですね。で、これを手前に持ってきて、また手順を回すと。そうすると、下は2回周期で揃って、上も揃えることができます。例えば、このように下が揃っている状態で、上の2箇所が揃っているときは、このときは揃えないで、ずらしてから手順を回します。で、そして、わざと揃えないで、次ですね、この2回目で揃えていきます。今、下が崩れている状態で、上を回すことによって、同時に揃えていくと。これで、3色の位置を揃えることができました。次は、この2色の真ん中の列ですね。ここを揃えていきます。この揃え方としては、R2、EU2、R2、EU2、R2 というふうにすると、ここの2箇所ですね。を交換することができます。この青オレンジと緑オレンジを交換していきます。R2、EU2、R2、EU2、R2 と。これで揃えました。そしたら最後は、ここの、まあ、余ったところを揃えていきます。まあ、揃え方として、まあ、コーナーファーストのようにやっていけばいいかなと思ったり、あとは、残っているのはですね、この手順を使ってやります。M'U2、MU2、M'U2、MU2。これで、1、2、3と、この並んでるのを、崩すことができます。例えば今、白、赤と、黄色、青、オレンジと、黄色、オレンジと、緑、黄色があるんですが、これを一直線にするために、このように、セットアップをします。セットアップをして、で、この状態で緑黄色を奥に移動していくと。これで他の黄色オレンジも揃うので、でセットアップをしたのを戻すと。これで揃えることができます。M'U2、M'U2。という感じのヒューマンシスウェイトでした。質
シルエットというのを、まあ、少しだけ紹介します。まあ、この、まあ、コンピューター用なんで、まあ、僕の頭では考えられないですが、例えば、まあ、レイヤーバイレイヤー LBL だったら、この1個だけを揃えて1個だけを揃える1個だけを揃えるっていう風に、まあ、1つのキューブだけを狙っているんですが、このヒューマンシルエット、まあ、そのパソコン用の、まあ、シルエットですね、その揃え方は、例えば向きを揃えるんだったら、この黄色赤青と黄色赤緑と黄色赤緑、この白赤緑を、あとこの白赤青ですね、この4箇所とかを一気に、まあ、考えてこの最短の揃え方をしていくというように、こうやったら 1,2,3,4 コーナーに関しては4つを同時に揃えていくというような考え方をしてるんですね。なので、まあ、パソコンでやると、まあ、手順が短くて、揃えることができると。というので、まあ、52手という、まあ、移動の発見したという感じです。